どうも、ノイサツロです。小学生が教えてくれることはたくさんあるんです。実は一つ目は社会がわかります。二つ目は自分がわかります。まずこれはどういう、なんで知ったかっていうと、3泊4日で小学生と一緒 にスキーに行きました。で、この内容としては東京駅から出発して、バスの中で3時間ほどバスレクをやったり、同じ部屋で小学生5人と小学4年生1人と一緒に過ごしたり、あとスキーを実習したり、実習を実際に教えることや、あとご飯やそしてお風呂など全てのことをやった上で、小学生はこの2つ教えてくれたので、それをについてお伝えしたいと思います。まず1つ目、社会がわかる。これどういうことかっていうと、例えば1つ目の具体例として、部屋に自分の部屋で一緒に寝るんで、部屋に行ったんですけど、そうしたら漫画を隠してる小学生の子がいました。漫画持ってきちゃいけませんね。そこで僕は注意しようと思いました。あれ何持ってきてんのって言って、ワンピース、名探偵コナン、ナルト、違うんです、鬼滅の刃です。今鬼滅の刃がめちゃくちゃ流行ってるっていうことはニュースでは知っていたんですけど、それが実際流行ってるってことは知らなかったんです。だけどその没収される覚悟があって持ってくるその漫画が鬼滅の刃ってことで、すごい鬼滅の刃が流行ってるってことを実感しました。二つ目はパプリカです。なんか小学生パプリカめちゃくちゃ踊って歌ってました。で、どっちかっていうと20代のが流行ってるのはあいみょんさんだったり、あとヒゲダンとかそういうのが流行ってると思ったんですけど、パプリカめちゃくちゃ流行ってて踊ってたんです。そこでいやーこれパプリカ来るんじゃないかと思った矢先にレコード大賞パプリカ選ばれました。すごいですね。このように鬼滅の刃であったりパプリカであったり、社会で流行っていることっていうのを一番最初に知ることができます。小学生の親って30代、40代、50代ぐらいだと思うんですけど、そこら辺も取り込めるし、またその、お孫さん、80代、90代、そこら辺もやっぱりそのお孫さんのこと可愛いですから、そういう風にやっぱり小さい子に流行ってるっていうことは、そのような大人も取り込んでる、20代だけ取り残されてるんですけど、そういう感じになってるんじゃないかと思います。二つ目、自分がわかる。小学生と話すると、やっぱり何歳って聞いてきますね。で、小学校低学年に対しては野菜とか白菜とか言ってごまかすことができるんですけど、やっぱ高学年になるとそれじゃ通用しません。だからそこで何歳になる、なるでしょうかクイズを出しました。そうしたらなんと、なんて言うと思いますか。30歳、28歳、いや23なんだけどって心の中では思ってました。だけど言うわけにはいかないんで、もうちょっと低いんじゃないって言ったら、その25とか やっと近い年齢も言ってきたんですけど、全然当ててくれませんでした。つまり何が言いたいかっていうと、例えば飲み会とか行ってもお前30だろうとか言われないじゃないですか。だけど小学生っていうのは僕に忖度するメリットは全く何一つないので、ちゃんと正確に自分が思ったことを伝えてくれます。なので自分はちょっと若干実年齢23歳なんですけど、それ以下も高い見られがちっていうことを分かってた上で、例えば筋トレとかしてアンチエイジングなんかをした方がいいとか分かったりします。もう一つ、小学生と話するとあだ名をついてもらいます。私はスノーマンというあだ名をつけてもらいました。よっしゃジャニーズ来たと思って何がいいかって、小学生が呼ばれるっていうのももちろんいいですし、周りの先生方も私のことをスノーマンって言わざるを得ないので、スノーマンみんな言ってくれるので、めっちゃ来たと思って、小学生分かってるじゃないかと思ったんですけど、家帰ってきてスノーマンの画像を検索したら似てる人いませんでした。つまり何が言いたいかっていうと、スノーマンっていうのはスノーマン、つまり雪だるまってずっと言われてたってことですね。このことから自分はスノーマンをジャニーズと捉えてたんですけど、実際はスノーマンイコール雪だるまってことで、ちょっと勘違いしやすい性格なんじゃないかってこともわかります。つまり小学生の子供たちから多個分析できるってことなんですね。このように
社会がわかる鬼滅の刃だったりパプリカだったり、そしてもう一つ年齢だってあだ名から自分がどういう性格なのかわかることがあります。なので子供たち、特に小学生と話すことはとても大切なんじゃないかと思います。以上でプレゼン第1弾終わりにしたいと思います。ではまた。